皆様こんばんは。本日は磯野カツオ、別名のび太まっこが朝の鐘をお届けいたします。別名のび太まっこ、ある日は磯野のり平カツオ、本日は朝の鐘をお届けいたしまんもっす。ピアノの正しい姿勢に打鍵の位置。ピアノ上達には正しい姿勢、ちゃんと距離感も先生もいつもアドバイスしております。小さなお子様には補助ペダルを活用し、足がブラブラしないなど、先生もできるだけためになるアドバイスもソフトな伝え方でしております。正しい姿勢に打鍵の位置、手首を柔らかく、スライム UFO キャッチャーを取るように、お嬢ちゃん、ピカチュウのぬいぐるみにジバニャンのガチャガチャいかが？もうちょっとアーム左にやったら、下に落とせばちゃんとゲットできるわよ。ピカチュウにちいかわの下敷き、何が当たるかお楽しみに。アームを取る感覚、お化けをイメージして、どうやったらうまく取れるかしら。金魚すくいも、あ、そこそこ、もう少しソフトな感じで金魚ちゃんもすくう、ソフトタッチで。アームをもう少し下にやって、そしたらゲットできるわよ、などと遊びを取り入れて楽しく学ぶのも一番でございます。とってもシンプル、簡単でございます。深呼吸にリラックス、リラックス。